どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はドライバーショット。クラブを右に放り投げるように振るのか、左側に振り抜くように振るのか、これはどっちに向かって振れば良いのか、どれが正解なのか、それについて今回は皆さんに解説していきたいと思います。クラブをどっちに振るの、これ結構大きい問題ですよね。これはちゃんとした答えがありますので、悩んでしまう、なぜ、迷ってしまう、なぜ、それにはちゃんと理由があるということですので、ぜひ最後まで見てみてください。私、三谷は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいています。本当に皆さん感謝しています。そして動画を見てくれている皆さん、今回はドライバーのクラブヘッドどっちに振るのということです。では、早速いきたいと思います。このドライバーのクラブヘッド、大きいですね。非常に存在感を感じます。ですからこれをどっちに向かって振り抜くか、このイメージ非常に大事になるんですね。では、クラブヘッドを大きくポーンと外に放り投げるように振るのか、はたまたスイングは左側に回転していきますので、それはどっちなのということなんですが、これは今の自分がどっちに振ってるかによります。まず、クラブヘッドを外に向かって振り抜いた方がいいという方は、それはある意味左側に振れてる人です。ですから、例えば、ここから、こんな感じで、外側から左側にグイッと振り抜けてる方、こういう方は、外に向かってもっと振り抜いた方がいいんですね。外から内側に降りてきてますので、少し、内側から外側に、逆に、こっちからこっちですね。そんなイメージを持って、打ってあげることによって、ナイスショットになっていくということです。では、反対にもっと左側に振り抜いた方がいいよという方は、それはその逆なんですね。すなわち、最後まで振り抜けてない。こんな感じで振り抜いてる方。こういう方はもっと左に向かって振り抜きましょうねということになります。ですから、今の感じで振り下ろす。そのままで、おおむねいいんですが、そのまま、左に向かってもっと振り抜きましょうということになります。いろんなことを言われたり、いろんな情報が入ってきたりしたときに、なんで迷ってしまうのかというのは、それは自分が今どの状態かというところをしっかり確認しないから、もしくはそれがわからないからということが非常に大きい一つの要因になっています。ですから、まず自分のショットがどういう状態に今なっているのか、それを少し確認していただく。で、それはボールの飛びを見ていただくのが一番わかりやすいんですね。ですからこの打ち出されていくボールが左側に飛んでいるのか、逆に右側に飛んでいるのか、これでまず一番最初のところは判断することができます。ですからまずはボールの飛びを見た上で、その逆になるようなイメージを持って打ってあげるとうまくいきやすいということになります。なので自分の今意識するべき、何を意識してやっていけばよいかというのは、それは今の自分をしっかりと確認して、そしてその逆のイメージを持って最後まで振り抜いてあげる。これが正しいスイングになっていきます。それがだん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 真ん中に近づいてくると、あまり難しく何も考えずに、打ち抜いてあげることができるようになってきますので、まずは自分を知る。これが最初の一歩かなと思いますので、ぜひドライバーショット打つ場合は、ただいろんな情報を鵜呑みにするのではなく、今の自分の状態を知る。それにまず取り掛かってやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。